グレゴリウス一世は、ローマ教皇。文道者、グレゴリウス、大将グレゴリウスとも呼ばれる。天礼の整備、教会改革で知られ、中世初期を代表する教皇である。四大ラテン教父の一人。ローマカトリックでは、聖人、教会博士であり、祝日は9月3日。東方聖教会でも、聖人で記憶日は3月12日。 日本ハリストス聖教会では先、ナイ聖体礼儀の作成者、ロマのパパ問答者聖グリゴリーと呼ばれる。グレゴリウスは、ローマの貴族の家庭で生まれ、政治家としてのキャリアを積んでいたが、思うところがあって、修道院に入り、590年に教皇に選ばれた。グレゴリウスは教皇に選ばれると、精力的に教会改革に乗り出し、参照問題の解決を図ったり、 カンタベリーのアウグスティヌスをイングランド選挙に派遣するなどした。グレゴリウスは、西方だけでなく、東方においても著名な存在であり、ローマ司教の息を出なかった教皇職の権威を高めることになった。グレゴリウス一世、グレゴリウス一世は、東ローマ帝国に近い知識人の代表で、ユスティニアヌスによる再征服後のまだ帝国の支配が実効性を持っているローマに行き、 部族国家の定住によって、西欧に生じた現実を見据えつつも、それら部族国家の外側に生きた。グレゴリウスは、部族国家という政治単位に分断されつつある、西欧世界の現実の中で、教会の統一を守ろうとし、教皇の優位性は必要であった。教皇という核がなければ、西欧世界での教会の統一はたちまち失われ、部族国家ごとに、教会は分断されかねない。 現に一部の部族国家は異端のアリウス派を信仰していた。一方で彼は教皇と教会を同一視するという観念に先弁をつけたとも言われる。グレゴリウスは教皇ゲラシウス一世の両権論を根拠に宗教的最地の管轄権が教皇にあると主張した。しかし彼は俗権である皇帝権力が霊的使命を放棄し宗教領域への介入を捨て、 世俗的職務に専念せよと述べているのではない。国家はむしろ教会と共同して霊的使命を果たすのであり、その霊的使命を放棄しては国家の存在価値自体が失われるのである。グレゴリウスが教皇に選出された時、マウリキウス・ミカドはそれを追認したが、彼は皇帝がローマ主教かつ教皇に対して任命権を行使したことになんら疑問を抱かなかった。 彼は皇帝の権威が神に由来するものであることを認め、その権威を尊重しており、両権の共同を唱えた。グレゴリウスは部族国家に対しては、その権力を認める代わりに、キリスト教秩序への参画を求めた。グレゴリウスは部族の君主たちに助言を与え指導することで、間接的に道徳的権威を行使した。キリスト教精神は、 国家理念の欠如していたこれら部族国家の目標となり、教会は国家に活力を与える存在となり、教皇座の霊的権能を高めた。それまで、各部族国家の王は法律を作る権威を持たず、慣習に従属していたが、キリスト教はこの慣習を変えるものであった。グレゴリウスは同時に、聖ベネディクトゥスの伝記を含む多くの著作を残したことで知られ、 教皇として書いた多くの書簡が残されている。また、東方正教会でも大時中の平日の方針礼に用いられる先、ソナイ聖体礼儀の祈祷文は、グレゴリウス一世が編纂したものとされる。グレゴリオ聖歌の名は彼に由来しており、伝承では彼自身多くの聖歌を作曲したとされている。もとは、東方教会同様に3月12日を祝日としていたが、これは 私純説と重なるため、1963年に定められた第二バチカン公会議典礼憲章の109から111節に定触し、祝うことが不可能となった。このため、彼の教皇就任日である9月3日に移された。日本ハリストス聖教会、聖教会歴2008年版、ジャンポール・ブリゲリ、モン・サン・ミシェル奇跡の巡礼地草原者、2013年、10ページ。 ISBN 978から4から422212180。エムパコー1985、ピアニッシも26から27。エムパコー1985、ピアニッシも27から30。エムパコー1985、ピアニッシも30から32。ありがとうございます。